任せろ。任せてくれ。さてと。さてと。おっしゃ。任せてくれ。やっはっ。先生可能。始めましょう。俺の番だな。せっはっ。よし、もう大丈夫だ。よし、上げていこうぜ。セット。おっしゃ。はっ。私の番ね。スキアリシュート。いきます。ター。任せてくれ。セッディア。はい、えい。敵集団撃破しました。敵接近。任せろ。狙い撃つわ。はっ。お返しよ。行くぞ。せっディア。よし、もう大丈夫だ。先生可能。始めましょう。はい、はい、へい。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。分かったわ。はっ。はっ。まだまだいける。先生可能。始めましょう。私の番ね。はい。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。分かったわ。よし、上出来だ。はい。俺の番だな。やっや。任せきゃ。私の番。へい。敵集団撃破しました。はい。そこ。先制可能。始めましょう。さてと。そこ。チャンスです。皆さん、お願いします。良いデータが取れました。そこ。よっしゃ。畳みかけるぞ。畳みかけるぞ。よし、上出来だ。よし、一気に行くぞ。はい、へい。はあ、これで一安心です。そこ。敵出現。めんどくさいです。データ収集を中断します。
チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー、わかったわ。 OK です。さてと、よし、なんとかなったわね。先制可能。行くぞ、始めましょう。そこ、さあ先を急ぎましょう。行きます。ヘイ、俺の番だ。はっ、ちょろいぜ。行きます。行く。よし、さてと。歯応えありそうじゃねえか。任せて。よっしゃ。俺の番だな。さあ行くぞ。行くぞ。だータイガーチャージ。行きます。ドライブ開始。それ。ザイス。甘いっすよ。情報を入手しました。任せて。
私の番です。ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。エーテルバスター。俺の番だな。エニグマ駆動任せろ。よっしゃ、こいつはどうだい。はあ、クリムゾンゲイル。ま、こんなもんかね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、俺だ。調子の方はどうだ。セルゲイ課長、ちょうど今手配されていた魔獣を倒したところです。順調で結構結構。今はどこにいる。ジオフロントを出たところですが。そんなに遠いわけじゃないな。え？お前たちに緊急の捜査任務を与える。支援要請は後回しでいいから最優先で対応してくれ。了解です。それで一体何を捜査すれば。南東エリアにある旧市街、急いでそちらへ向かえ。住民から警察に連絡があった。厄介な二組の不良集団が喧嘩を始めようとしてるらしい。え？後腐れがないように止めてこい。以上だ。待ってください。喧嘩を止めろって、それって捜査任務じゃ。ってもう切れてるし。課長から？その調子だとろくでもない話っぽそうだな。いや、それがさ。旧市街の不良集団。さっき旧市街でそんなの見かけたか。データベースによると、確かサーベルバイパーとテスタメンツという2チームが喧嘩などは日常茶飯事だとか。俺が町を離れていた間にそんな連中が出てきてたのか。まあいい、とにかく急いで旧市街に行ってみよう。
小競り合いが始まる前に何とか止める必要がありそうだ。ええ、そうね。そんじゃ、とっとと旧市街に向かうとするかね。あれは、おお、一触即発みたいだな。あうおう、青坊主ども、あんまり調子こいてるとマジでぶち殺すぞ。とっきにネタ上がってたよ。てめえらクソ汚いマネしたってよ。これだから低能な連中、君たちごときチンピラに卑怯な真似をするまでもない。そちらこそよくも仲間を病院送りにしてくれたな。目には目を、歯には歯を、覚悟してもらうぞ。上等だよ、この青坊主ども。バルドさんが出るまでもね。こちらこそワジの手を煩わせるまでもない。おい、聖戦の準備、バイパード。待った。総員、聖戦の準備、バイパードも殲滅する。待った。なんで見かけない顔だ。双方、喧嘩を中止してくれ。ここは公共の広場だ。他の住民が迷惑している。はぁ、なんだお前、いきなり現れて口出しを。まあ普通そうだわな。どうするの。はぁ、遊撃士協会の連中だな。見かけない顔だが、新米といったところだ。いや、またですか。け、毎度のことながら小うるさい連中だぜ。だが今度ばかりは邪魔されるわけにはいかねえんだよ。ちょっと待ってくれ。俺たちは遊撃士じゃない。クロスベル警察特務支援課に所属している。付近住民の要請により君たちの喧嘩を止めに来た。はぁ、警察だ。少しこいてんじゃねえぞ。ほとんど警官も寄りつかないのに、そんなわけがあるか。まったく、つくならもっとマシな嘘をつきたまえ。とにかく君たちがしている喧嘩は他の住民にとって迷惑なんだ。そんなに喧嘩がしたけりゃ町の外でやってきたらどうだ。いい運動になるだろうぜ。はあ、上等だ。この旧市街で俺たちにそんな口が聞けるとはな。ここにはここのルールがある。興味本位で口を出すつもりなら痛い目に遭ってもらおうか。ダメだな、これは。結局こうなるわけですか。仕方ないわね。なんだよ、よく見たら可愛い子ちゃんたちと一緒かよ。彼女にかっこいいとこを見せてやろうってつもりか。なあなあ、そんな連中掘って俺たちとデートでもしね。アホだな、君たちは。ナンパなんかしてる場合か。じゃ、邪魔者を追っ払ったら改めて戦闘開始する。
いいな、赤マムシども。ああ、上等だよ。そんじゃ、サクッとボコボコにすっかな。データ収集を開始します。さてと。よし、セッティング。ソケット、ヘイ、そこだ。おっしゃ、素人じゃない。女どももただの連れかと思ったが、あの杖はなんだ。ビリビリ来たぞ。やっぱ遊撃じゃねえか。いや、だからさっきから警察だって言ってるし。よっぽど信用ないのね。どうだ、こうなったら全員でぶちのめしてやる。我々も遅れを取るな。たとえ相手が遊撃士でもテスタメンツの誇りを見せろ。おいおい、何やってやがる。その辺にしときなよ。バルドさん、マジ来てたのか。もしかして両チームのヘッドのお出ましのようだな。人が昼寝をしてる間に楽しそうなことをしてるじゃねえか。なあお前ら、こいつは一体どういうつもりだ。なんと言いますか、青坊主どもにお仕置きをしようとしたら、この変な連中がですね。タコが先走るなって言ったろうが。てめえら前座がしゃしゃり出て俺様の顔を潰すつもりかよ。めそうもない、バルドさんの顔を潰すなんて、そんなこと。バルドさんの顔を潰すなんて、そんなことはこれっぽっちも。君たちも一体どういうつもりかな。僕の言ったことが聞けないっていうわけだが、マジこいつらが絡んでくるからつい。言い訳はいい。俺たちはワジの手足、余計な気を回す必要はない。わかった。猛省する。ま、分かってくれればそれでいいけどね。
相変わらず気色の悪い連中だぜ。射程にそんな格好させてどこぞの宗教家気取りかよ。別に僕がその格好を強制してるわけじゃないけどね。そっちの方こそ手下に当たり散らしてばかりだとお山の大将が知れるってもんだよ。なんだどういう関係なのかしら。まあそれはともかく、君たち警察の人って本当とてもそうは見えないけど。そこそこやりそうだがな。特にそこの赤毛、いいガタイしてんじゃねえか。そりゃどうも、あんたほどじゃないけどな。なあ、そっちの姉ちゃんたちはとても警察には見えねえけどな。なかなかの上玉じゃねえか。それはどうも。新人だけど一応全員警察の人間だ。毒務支援課、発足されたばかりの新部署に所属している。へえ、今日出たクロスベルタイムズに乗っていたあれか。クロスベルタイムズに乗っていたって、まさか子供たちを助けた時の。なんだ、こいつら何かやったのか。ああ、ギルドのカマセイヌとして大活躍だったみたいだよ。いや、ごめんごめん、一応少しは役だったんだっけ。ぐっぐいじめるのはこのくらいにしておいて。やあ、僕はワジヘミスフィア、一応テスタメンツのヘッドをしてるみたいだよ。なぜ疑問形を使う。だって君の方がいかにもヘッドじゃないか。ハゲ頭だけにヘッドが光ってるしね。ふん、ザレ事はそこまでだ。バルドバレスだ。サーベルバイパーのヘッドをやってる。ワジにバルドか。改めてクロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスだ。二人ともどうやらこれ以上ことを構えるつもりはなさそうだし、ここは任せてもいいのかな。何がおかしい。いやいや、おめでたいなと思ってさ。ことを構えるつもりがない。何寝ぼけたことを言ってんだ。何、この場で手を引くのは単に準備が済んでないから。準備が終わり次第徹底的にやり合うつもりだよ。それも今までみたいなせこい小競り合いじゃねえ。どちらが生き残るかお互い潰し合うつもりでな。なおいおい、殺し合いでもするつもりかよ。そうなっても不思議じゃねえだろうな。ま、どちらが地平道を吐くかは分かりきってるけどよ。言ってなよ。ま、どっちにしてもお呼びじゃないってことさ。腰抜けの警察、まして君たちみたいな若造はね。行くぞてめえら。おっす。こちらも引き上げるよ。了解だ。
困った人たちね。それにどちらもかなり本気みたいだったわ。あの調子だと数日中にやり合うつもりだろう。血を見るぞ、あの様子じゃ。でも課長からの任務は一応終えた形にはなりますし、これ以上は任務外なのでは。いや、それじゃあ本当の意味で任務を終わらせたことにはならない。ここで放置したら警察に対する市民の信頼はいつまでも回復できないだろう。まあ確かにそうね。知ってしまった以上は何とかして止めるべきだわ。でもよ、そいつは結構難しいんじゃないか。お互い仲良くしろなんて聞くような連中じゃないだろう。そうだな。本部に状況を報告して旧市街の巡回強化を提案するしかなさそうだな。あの数が衝突したら俺たちだけでなんとかなるとはちょっと思えない。確かに警官隊の巡回なら抑止力はあるかもしれないわね。そううまくいくかね。データベースによればここ最近旧市街での巡回が大幅に減らされているようで、予算の削減が名目らしいですが、そうなのか。くそ、完全に放置することに決めたって感じだな。そうなると提案するだけ無駄かもしれないわね。待てよ、そういえばどうしてあの2チームは潰し合うつもりなんだ。どうしてって、そりゃ縄張り争いだの意地の張り合いってやつだろう。いや、それだけじゃ普通本気の潰し合いにはならない。利害が絡んでいるならともかく町の不良同士のいざこざだ。どうして念入りに準備してまで徹底的に潰し合う必要がある。驚きました。ええ、私も。なるほどね。なんだよそんなに変なこと言ったかな。さすが捜査官の資格を持っているだけはあるなって。いいとこついてると思うぜ。見たところヘッド同士がそこまで険悪な関係って雰囲気でもなかったしな。多分理由があるのではないかと。当事者以外は知らない本気で争うだけの理由が。ああまさに俺もそう思ってさ。だったらやるべきことは一つだろ。だな。サーベルバイパーにテスタメンツ。まずはどちらに話を聞きに行くべきかしら。